棚橋俊のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋俊のポッドキャストオフです。今回も、前回に引き続きちょっとリモート収録となりますので、はい、ちょっとねお聞き苦しい点があったら、最初に謝っておきます。ごめんなさいということで、はい、でもね、テンションは相変わらず高いですから。そうです ね、はい、今回もいいテンションを維持してますよ。はい、はい、今回も元気にやっていきたいと思います。という今回のメンバーは100年に1人にいただいたのはシルスト。はい、もしもです。はい、よろしくお願いします。はい、いやー、このね、1月からのこの2月っていうのは僕にとってはね非常に危ない時期なんですよ。お、危ない。はい、というのもここ数年の傾向として、はい、年末コンクルソ、はい、で東京ドーム、はい、で体型をきっちり維持するわけですね。ほうほうほう。はい、でちょっと休みがあるじゃないですか。はい、まあね、ちょっとぐらいご褒美飯があってもいいじゃないかと。なんか最近ラーメンっていう文字がね、はい、今まで年末には見なかったラーメンという文字がね、うん、ラーメンね、多くて年2か3だったんですけど、昨年の、年末に1杯行って、1杯、で、ドーム終わって2杯行ってるんで、もうすでに年平均の2を超えて3に行ってるんですね。はい。3食っちゃってるんで、今年は。もうね、今年は食べられないと。はい。いうことですか、これ。今年はもう想定数は超えちゃってますんで。そうですね。はい、もしくは食べたとしても、うん、ツイッターブログ等に一切上がらないということにはなりますね。はいはい、近くでね、近くで。そうですね。明らかにですね。はい。いやー、でもね、このね、万の2月なんですけれども、はい、しっかりね、やっぱりコンクルソで、ね、うん、仕上げた体を、やっぱ年間通してね、ある程度維持できるかどうか、ね、プロレスっていう競技は、ね、1試合戦って終わりではなくてね、年間通して皆さんにね、楽しんでもらって、戦い続けていく競技であるので、はい、そこをね、しっかりこうね、気持ちも引き締めていかないということなんですけども、はい、その年末に行われたコンクルソが、はい、まあやりますよ、ぜひ見てくださいっていう煽りは結構やったんですけども、はいはい、コンクルソの後日談、そうですね、はい、その結果を受けての正式な順位発表とか、はい、僕から見た、ね、その選手の仕上がりだったりとか、その辺を詳しく聞けてなかったので、でね、はいはいはい、今回このタナポを利用して、はい、コンクルソ大反省会をやってみようかなと。わかりました、ね、はい。今回もすごい大反響というか、はい、見たことないようなリツイート数とか、そうですね、段数で、うん、ちょっともう、年末にすごい大旋風をね、起こしました。そうですね、新日本プロレスのね、大会が大体その20日前後で、21、22ぐらいでね、後楽園ホールで終わって、ドームまでの10日間あるんですね。やっぱその間にやっぱりこう、何かしらね、こう、話題を発信して、楽しんでもらうためにもね、はい。で、ドームでね、いい体でね、しっかり仕上げて出るためにも、本当にいい曲だなと。はい、いやでも本当に今年ちょっと、まあ去年ですけどね、はい、ちょっと1個、はい、充実した感はありましたね。なんかちょっと、そうですね、新日本プロテインさんがね、ちょっと、はい、入っていただいたりとか、はい、はい。でね、第1回でね、サクッと仕上げて、優勝して終われたらよかったんですけど、っていうかもう終わるつもりだったんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい。はいはい。一回こっきりでよかったと。いや、もう、はい。そこでね、初代王者になって、よし、終わろうと思ってて。なるほど、はい。最初にかっこいいですよ。そのね、自分に出して、ビシッと優勝して。はい。はいはい、そしたら、伏兵がね、伏兵ではないですけども、まさかの翔が。翔くん、そうですよね。
はい。初代王者、翔くんですもんね。はい。まあ、翔くんというと失礼かも、翔選手ですね。翔選手ね。はい。とんでもない仕上がりでいきましてですね。あの時はちょっと、はい、あれでやっぱりこう、みんなこう、ちょっとね、変わったというか、うわ、いや、一番動きましたね。やっぱこう、体作りというかね、はい、その辺のストイックさに関しては、翔はね、一目置かれる存在になったというかね。うん。で、第2回はイブシでしょ？そうですね。はい。で、僕もね、年々順位をね、下げてたんですけど、今回は横ばいでしたね。はい。そうですか。あれ、はい、この前って、ちょっとあれだよ、待ってしたっけ。2回目は、2回目は、第2回5位とかじゃなかったですか？もうちょっとね、ね。うん。2回目は、あ、そうか。はい。2回目は田中さん、2位ですよ。あ、いぶしについて2位。はい。じゃあ、5位、2位、5位と。そうですね。はい。ね。はい。今年は、やっぱりコロナで2年間できなかった分もあって、はい。ちょっとね、出るメンバーもガラッと変わって。そうですね。ガラッと変わってっていうか、新戦力がね、ヤングライオンとかも3人ね、声かけて出てくれたし、はい、で、まあ、バレットクラブから本体に来たね、タマトンガとか、はい、声かけて、はい、ワトもね、しっかり仕上げて出てきましたし、はい、で、最初から出るの僕と田口と、そうですね。ぐらいになってしまったんじゃないかな。本田さんもかな、最初から。はいはいはい。うん。うん。で、またね、このボディービル、純粋なボディービルとかフィジークの大会とは違って、やっぱりね、そういった部分もあるんですけども、やっぱこう、その時、やっぱりこう、勢いのある選手に、ね、ファンの投票が集まるというね、はい。っていうのもね、如実に表してたかなというね、うん。で、第1位がですね、はい。タマトンガ。そうですね。これ来ましたね。これはちょっとね。はい。正直ちょっと嬉しかったですね。たまちゃん。はい、うん。はい。で、コンクルート1位っていう結果も、が、バレットクラブとかを抜けて、本体に来た後に、こうね、はい、取ったっていう、なんだろう。だから、たまちゃんが、すごいファンの方にね、期待されて、愛されてるっていうね、証明がコンクルールでできてしまったというね。うん。そうですね。まあ、実際ね、かっこいい体なんですよ。体すごいですよね。はい。はい。海外の選手の特有というかね、はいはい、日本人の骨格にはない、肩の丸み。そうなんです。まあ、出にくいというかね、肩の丸み。で、ウエストの細さ。で、腹筋の溝の深さとかね。この胸のあたりのこの、なんていうんですか、本当に弾力ありそうな感じのこのね。そうですね。胸の、筋肉一個一個がね、丸くてね。はいはい。はい、ねえ。ちょっと、来年はやめてほしいな。来年は勝てそうな選手ばっかり出すっていうのはありだよな。はい、いいですね。出ないでほしいっていう手紙が行くっていう。結局、僕と田口。ただただこんな気がする。来年は僕と田口しか出ないっていうこともあります、ね。はい。それは、ちょっと KOPW 感が出ますけど、2人だと。そうですね。はい。制限が多いっていうね。危ない。はい。いやー、1位、たま素晴らしかったですね。はい。ああ、すみません。はい、そして、まあ、順位通りに行ってもいいんですけど、うん、僕はね、今回、急遽声をかけて、それでも心よく出てくれた、リンダマン選手。いやそうなんですよ。うん。
本当感謝したいですね。リンダマン選手、本当にこの、まあ、田無さんからね、はい、リンちゃん来るよと。はい。ちょっと若干半信半疑だったんですけど、はい。あの、二日目に、もう本当に、普通に、あの、コラボの階段を上がってきたやつかも。はい。それで、あの、もう、一切もうその、もちろんね、試合は関係なかったですから、はい、はい。バックステージで。その、本当、コンクールスのためだけに、会場に来てくれて、はい、そうです。で、試合前から、取れる時間帯がね、選手それぞれあるので、で順番に取ってってくれて、で、しっかりね、あの、コスチューム持って、で、撮影前にはね、このパンプアップって言うんですけども、筋肉をしっかり張らしてね、うん、相当長い時間やられてました。あの、はい。あの、パッと来てパッと取られるのかなと思ったら、結構、はい、はい。30分じゃ効かないかもしれないですね。うん。1時間。撮影前に。約ぐらいやらせたらいいんじゃないかなっていう。ああ、素晴らしいですね。はい。で、僕はね、トイレでばったり会ったんです、撮影前に。はいはい。はい。あの、シンプルスコンクルースは、あの、この、体に塗るオイルが禁止ではないので、はい。あの、まあ、こう、結構体にこう、オイル塗って準備してたんですけども、あの、リンちゃんがいたんで、リンダマン選手が、背中塗ろうかって言って、まあ感謝の意も込めてね。はい。で、こう、オイルを、ね、オイルを取って、リンダマン選手の背中にオイルを塗ったのは僕です。はい。塗ってるしましたか？はい。はい。これ塗ってるふりして真ん中だけ塗らないとかね、そういうズルもできたんですけど、はい。綺麗にあの、隙間なく塗っときましたよ。いやちょっとね、すごい、やっぱ今改めて見ても、やっぱり、ちょっとその、なんていうんですかね、はい、筋肉っていう仕上がりで言うと、ちょっと相当、とんでもない領域にいってるな。そうですね。やっぱりこう、あの、明確なボディービル審査ではないので、新日本プロレスコンクルスは。なので、やっぱこう、ね、タイト、ロングタイツの選手もいますしね。そういった意味では、こう、太もも、ね、はい、上半身のバランス、仕上がりで見たら、リータマン選手はね、実質、かなりもう1位に近い存在なんじゃないかなっていう気がしますよね。僕はちょっと最初に撮ってる時に、うん、これはもういったなっていうぐらい、うん、すごかったですよね。現場のインパクトはすごかったですね、これは。うん。いやー、ね、また来年もね、声かけようと思ってますんで。いやー、ぜひちょっとそうですね。はい。ね、はい。印象に残った方ね。はい。そうですね。ヨウ。ああ。ヨウが真面目にやってきた。ヨウ選手は、あの、第1回でね、あの、服のまま出るという、はい、あの、トンチが効いた、うん、はい。感じで。そうですね。ちょっとこう、若干透かした感はあったんですけど、今回は。はい、今回、本気で仕上げてきましたね。はい。はい。で、あの、仕上がりというかね、あの、腹筋の溝もしっかり、出てましたし、はい、はい、はい。で、僕ね、あの、道場行かないときに行く、エニタイムフィットネスっていうあの、スポーツジムがあるんですけども、はい、そこで一番合うのはヨウなんですけど、ああ、そうですか。はい。で、あの、実は昨日もあって、ああ、そうですか。はい。今日どこやるのって言ったら、今日はお尻をやりますって言って、ひたすらお尻のケツの筋肉鍛えたんで。お尻ってあるんですね。お尻。はい。お尻の鍛え方があって。はい。特にあの、女子のね、フィジークの選手なんかは、ここお尻の筋肉のね、あの、が一つの、とても大事なポイントがあるんで、はい。お尻の筋肉を鍛える選手が多いんですけども、ひたすらケツ筋肉鍛えたんで、はい。ケツを鍛えていたと。そうなんですよ。本当に、やっぱりね、ちょっと変わってますね。はい、やっぱりこうね、プロレスラーってこうね、あの、リング上で見栄えがいい筋肉を鍛えがちなんですけど、そうですよね、特にね、僕なんかはそうなんですけど、しっかりね、やっぱお尻の筋肉っていうのはとても大事で、ああ、そうですか。はい。で、着地した時に、その、ジャンプ、その衝撃をグッと足首、膝、お尻で逃がすっていうようなね、はい。なので僕、あの、菅野トレーナーに、あの、怪我からの復帰の時の、練習、リハビリの内容とかは、必ずお尻をむちゃくちゃ鍛えるんですよ。そ
そうなんですね、うん、お尻ってのはそういう、そうなんですよ、あるんですね、はい、なのでお尻の筋肉を鍛えてる要は、うん、今年もね、あの鍛えということで使える筋肉をしっかり鍛えてるっていうね、これはそうですことですね、はい、ジム行ってお尻だけやって帰るっていうね、本当にねすごいんですよ、本当に。要は変わってるというかね。そうですね。はい、よし、うん、今日はお尻できたぞっていうね。そうそうそう。変えられる。そうなんですよね。あと気になった選手いますかね。あと、まあ、ちょっと、やっぱ2位につけた同期選手。ああ、今年は同期がね、分かき回してくれたんですね。同期さんがやっぱりこの、うん、まあ、ちょっとその神秘的な部分もあったじゃないですか、その、出してないということでね。そうですね、上半身で、ね、ずっと、はい、コスチューム着てますんでね、うん、はい、そしたら脱いだらすごいと、脱いでもすごい的なやつですね、はい、うん、これが一番かっこいいやつですよね、そうです、はい、だから鈴木軍っていうね、ユニットが解散するなタイミングではあったんですけども、ここからね、あの同期っていうレスラーがどう進んでいくかっていう部分でもなんか一つのいいきっかけになったんじゃないかな。脱いでもすごいっていうね。うん、そうですね、うん。はい。そうか、同期が2位だったな。そうか、そうか。やっぱその、まあ、筋肉量とかっていう部分ではね、もっと大きい選手がいたんですけども、やっぱその、同期が脱いだっていうね。そうですね。はい。これもだからあれですよね、その、1回しか使えない技じゃないですか。そうですね。来年はまたね。はい。だこれ、なんかちょっと、まあ、玉友選手ね、いましたけど、まあ、もしかしたらこれ一発で、はい、結構接近してるんですよね、票数も。だから、はい、これ一発で取りに来たっていうね、とこがあったかもしれないですよね。うん、いやー、でも2位は素晴らしい結果でしたよ。ね。はい。で、3位が誰でしたっけ？ 3 位が楊選手。あ、3位は楊だ、はい。やっぱりね、あの腹筋の溝のはね、やっぱりこうね、そうですね、これ普段隠してて、ね、要は脱いでますけど、うん、ね、第1回からの流れでね、3回目で本気を出してくるあたりとかずるいですよね。はい、で、4位があれでしょ、藤田。え、4位がリンダマンですね。あ、4位がリンダマンだ、はい。そして5位が藤田ですね。あ、そうだ、5位が藤田だ。そう。4位がリンダでマンで、5位が藤田。で、藤田がなんですごいかっていうと、6位が僕なんですよ。そうなんですよ。はい。これはなんか僕最初ね、順位を田中さんに見せるときにね、やっぱそこがちょっと、はい、気になったんですよ。はい。恐る恐る出した感じで。はい。はい、僕もね、触れはしなかったですけど、はい、そうか、藤田に負けてるなと。そうなんですよ。はい、いやー、でも藤田もね、足もね、まあ太いし、ウエストが細いし、すごいね、筋肉の付き方が綺麗なんで。ウエストね、はい、確かに、はい、はい、うん。はい。ね、ヤングライオンで4位に入ってくるっていうね。うん、はい。これファンの期待感もね、感じますよね。うん。いやー、これはへこみましたね。これはね、多分いつだかへこむだろう。はい、僕はね、だからヤングライオンの同じぐらいの棚橋と比較してほしかったですね。なるほど。はい、何を言ってるんだと。ちょっと意味が分からなかったですけど。ちょっと意味が分からないですけど。なんか、ここはやっぱりちょっと、まあ、意外、まあでも、まあ仕上がりはね、すごかった、ちょっと意外な高さというか。うん、で、いや、でも、がアレックス・コグリンなんですよね。コグリンね、はい。藤田、棚橋、コグリン。いや、僕、正直ね、筋肉量、この骨格、スケールのデカさで言ったら、コグリンが一番のポテンシャルがあるんですよ。ね。これ、やっぱ、棚橋さんから僕、最初に LINE をもらったときに、はい。もう、優勝って書きましたもんね。うん、そう。海外の、年末来ない選手は、ちょっと海外で写真撮って送ってくれよっていうことをね、そうですね、はい、あらかじめ言っといたんで、コナーズと、そうですね、タマちゃんと、コグリン、3人だけちょっと背景が違うんですけども、そうですね、ただ、まあ、タマちゃんもそうですかね、タマさん。そうですね、はい。いやー、コグリンもね、
また来今年はね、もっとたくさん来てほしい選手なんでね。はい。いい意味で、コグリンのね、知名度が上がったかなっていう気がしますね。はい。いや、でも、コナーズも本当にいいですよ。いや、そうですね。コナーズ選手も、コナーズもやっぱり、最初見たときはね、これはちょっととんでもないなっていう。むちゃくちゃバランスがいいんですよ。特に足が太いですね。はい、そうですね、LA 道場でやっぱり柴田さんが見てる練習でね、しっかり下半身のトレーニングもやってるんだっていうね、はい、僕のイメージだと、アメリカの選手っていうのは、上半身は強いけども、足はシュッと細いっていうイメージがね、昔からあって、はい、でもやっぱりこうロス道場の選手はね、上半身、下半身のバランスが太い、いいですし、足がね、しっかり鍛えられてるっていうところがね、その柴田さんのね、練習の成果がしっかり出てるなっていう気がしますね。いやー、ちょっとね、この辺で、まあ、ほんと激戦というか。はい。ね、ティタン選手なんかもね、今回。ティタンもね、はい。ティタンも写真送ってくれたのかな。そうですね。そうだそうだ。はい。ティタンも急遽お願いしたらね、はい。あ、これ、逸材から。はい、快く。はい。もともとね、その CMLL がね、元祖ですから。そうですね。そもそもは、コンクルーソというのは CMLL コンクルーソがっていうところですもんね。はい。名前をね、ちょっともらってね。はい。だから、コンクールっていうののスペイン語読みがコンクルーソだから、ね、この、それに受けて、新日本プレスコンクルーソになったんですけどもね。はい。いやメキシコの選手もね、これからちょっと招聘したいなっていうのがある、ね、はい、ね、これはティタンがね、おい、新日本でもコンクルースやってるぞっていうことを口コミで向こうの選手に広めてもらったらいいかなと思いますね。はい、ね、2月にファンタスガマニアもね、久々にありますから、3年ぶり。そうですね。はい。で、そのね、CMLL のコンクルースに僕たちが行くっていうのもありですけどね。お、逆上陸。はい。いいじゃないですか。いいでしょ。コンクルソ。日本選抜、新日本選抜。そう。コンクルソ舞台が試合せずに。こうやって、ポージングだけ決めに行くっていうね。はい、はい。あ、いいな、それ。コンクルソの時期に合わせて仕上げとこうかな。じゃあ、ちょっとタコス行ってきますみたいな。そうですね。渡航費自分で払ってても、試合出て、はい。メキシコのコンクルソに出よう。あ、そこちょっとゴールにしようかな。いいですね。新日本プロレスのコンクルールで、やっぱこうね、しっかり体を鍛え上げて、で、本場のコンクルールに逆上陸する。逆上陸。あ、いいですね。お、夢ありますね、これね。ワールドリーグみたいな感じで、こうちょっと。そうですね。うん、日本選抜舞台が。どうですか、メキシコリーグですけどね、それ。はい。上位5名が、上位5名がメキシコの本場のコンクルートに参戦するっていうのを、ちょっと菅林会長ね、CML 案件は預かってるので、好きなので、会長案件で。会長はメキシコには弱いですから、はい、会長マネーで。会長マネーで。でもね、1位から5位だと、僕が行けないっていうね。僕は6位という。藤田君を送り出すことになる。藤田を送り出すことになってしまうので。まあそこは入れ替えてね。はい。もう藤田そのまま海外へ行っちゃえばいいね。そこはね、はい、送れないということで。はい。はい。メキシココンクルソ。いつなんだろうな、メキシココンクルソ。そうですね。毎年決まった時期にやってますからね。はい。ちょっと調べましょう。ね、そうですね。だからヒロ選手なんかもね、はい、だから実は出てるんですよね、当時の。ヒロも出てて、デスペも出てるのかな。あ、デスペは出てないのかな。ヒロも出てますね。ヒロ選手出てますね。はい。はい。じゃあ、今年の目玉のゲストはヒロムかな。おぉね。田中さん、でもヒロム選手を呼ぶとかなり、これは上位に。かなり上位に。今、新日本の一番人気がね。あと、はい、仕上げ切ったりするところちょっとダントツに。そうですね。となると僕が6位から1個下げて7位になるというか、
順位を一つ下げるだけっていうことになりえますからね。はい、だから、まあ、そういう意味で、今年はそのいろんな、まあ、ユニか、いろんなユニットのね、ファンの方も。そうですね。僕、あの、やっぱ、あと、真田に出てほしいんですよね。ああ。はい。これはもう、個人的に口説くしかないんじゃないですか、ちょっとさ。はい。昔ね、全日本プレスかなんかの会場で、プロレスラーのベンチプレス大会があったんですよ。おお。はい。で、その時に190かなんか上げて、180かな。真田に僕負けてるんですね。僕が140か150ぐらいしか上がんなくて。はい。そのリベンジも踏まえてね、ありますんで。プレス大会はまあいいかもしれない。前あの、はい、グリコさんのイベントってなんかありました？それだ。グリコのイベントだ。そうです。グリコの、で、僕が出たんです、ベンチプレス大会ね。はい。で、やっぱこう、チーティングが使えないんで、背中とお尻をしっかりつけてあげると、やっぱりこう、ストリクトだと140かだな。しか上がんなかったんで、はい。うん。中西さんとかでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたね。なんか。あれ、中西さんは優勝してないですね。してないですか？誰だったんですか？真田だったですかね。あ、そうですか。ちょっと。はい。ちょっとまた、ちょっと各自調べてもらって。調べてみましょう。ね。はい。ちょっと来年のコンクルールのためにもね、僕はもうスタート切ってますから。はい、まあ、そのためにもね、ちょっと楽しみのラーメンはもう、はい、今年はないっす。ラーメンは今年はもう今年の食べれるラーメンは終わりますよ、ね。いうことでね。はい。こう、はい、公にはもう。はい。いや、でもね、今ね、北海道で、すごい美味しいラーメン屋があるんですよっていう情報を。行っちゃうじゃないですか、札幌。危ないですよ。はい。ただでさえ美味しいものがいっぱいありますから。ちょっと聞いてしまってですね。ヒエンっていうラーメン屋さんがあるらしくて、ここだけは行った方がいいですよって言われて。ここだけは。はい。そんなね、年何回も行けるわけではないので、北海道は。そうですね。となると、やっぱり行っとこうかっていうことになりますんでね。そうですね。まあ、ならないですね。ワトセに行ってね、断固阻止と。はい。いや、この間ね、ワトがちょっと気を抜いてるときに写真を撮って。あれ、はい、かわいそうじゃなかったですか。お腹がね、ポコになってる。ちょっと、大丈夫かなっていう。はい。あれはでもな、力を入れたらクッと戻るんですよ。そうですね。はい。気を抜いてるときに撮ったやつなんで。あの写真はね、悪意しかないんですよ。そうですね。ちょっとその、はい、なんかやり返した感は、ね、ちょっと感じましたよ。そうです。僕、普段ね、こう、監視体制に。はい、夜 LINE でおやすみなさいって、はい、私見てますよってこう LINE が来るぐらいの関係性なので、はい、前のね、寝顔対決で屈指に取ってやり返すみたいな、そういう、そういう感じ、そういう良い関係性の監視体制なので、はいでね、はい、まああれはね、一矢報いたというか、やり方が姑息なんですけどね。はい、やる感がちょっと心配ですけどね、ちょっとね。はい、まあシリーズ再開、で開始までには多分ワートもね、うん、しっかり仕上げてくるんでね、うん、はい、いやドームのね癖の強い3人の中でね、しっかり存在感を示したっていうワートのね、うん、本当に実力もねついてきましたんでね、そうですね、はい、うん、まあこのリングないそしてコンクリート含めてワートにも期待したいなと思いますね、うん、はい、あと下位の選手で気になったのは大岩ですね、わあ、はい、大岩はね、やっぱりね、ちょっと絞りが甘かったっていうのと、腹筋が出にくいっていうところがあるんで、ちょっと順位下でしたけども、一番、まあ、出場選手の中でポテンシャルがあるのは大岩ですね。特に太い太ももと、ね、骨格的に肩幅が広いので、また来年以降はね、大岩の進化にも期待したいなと。なるほど。これね、今はパッと思ったんですけど、コンクルソの写真っていうのは、この歴史的な資料になりますね。あ、そうですね。本当に。ね、どうやって、これまだ3年目ですけども、10年とか続いていったら、10年前の体と比較してとかね、あ、こういうふうに変わっていったんだっていう歴史的な資料になるということが今判明しましたので。あ、そうです。はい。来年もやります。ね、ちょっと、
はい、少しね、非常に本当にあの評判良かった。ちょっとスタッフを僕は増やしたいという。はい。一人でね。ちょっともう少しおあの大規模にね、やりたい。そうですね。はい。あと、僕、年末に、必ず会場に入って、ウォーミングアップする中で、ウォーミングアップをする中で、やっぱマーティー・アサミリフリーとかね、もともとレスリング出身ですし、トレーニングしっかりやってますし、あと坂本レフリーもね、そのレスラーに混じってね、準備運動、スクワットだったりとか、ウェトレーニングとかやってますんで、レフリー部門もね、はい、やったら面白いなと思ったんで。マーティーさんはちょっとすごそうですね。マーティーは、もともとレスリングの実力者なんで、すげえ筋肉量あるし、今ね、坂本くんがね、坂本レフリーが、真面目にジム通ってるんで。坂本、そうなんですね、坂本レフリー。はい。ちょっとこう、レフリーは、ちょっと、華奢のね、はい、イメージありましたけど、そうなんですよ。でも、脱ぐと、今、じゃバキッと。そうですね。はい。しっかりトレーニングやってるんで、はい、やっぱレフリングに関してもね、やっぱ、吹っ飛ばされても、体を自分のまま守ったりね、するっていう意味では、レフリーも鍛えてないといけないっていう部分があるんで、ね、坂本くんのやってることは非常に理にかなってるんでね。はい。坂本くんあとあれですよね。今、誰よりも、その、はい、前回の渡辺レフリーの話じゃないですけど、はい。タナポを非常に押してもらっているという。そうですね。ありがとう。タナポ聞いて、引用リツイートしてくれてるっていう、ね。これはね、ことなんで。ありがとう。坂本くんと思って。あ、坂本くんね。はい。お返しにコンクルールス出場権を。そうですね。ちょっと、タナポにもね、出てほしいですね、今回。あ、そうですね。はい。あ、じゃあゲスト会やりましょうね。そうですね。タイミングがあったら。はい。ちょっと今年は、ね。はい。はい、ちなみに時間はそろそろなんですけど、はい、先ほどおっしゃっていたグリコパワープロダクションドリームマッチ、はい、ベンチプレスコンテスト、はい、これですね、なんかここで読む限り、タナさんはなんかここには出てなくて、あ、本当ですか。1位、確かね、近藤選手でした、思い出した。真田選手と近藤選手の一騎打ちになって、はい、最後に近藤選手が優勝と。近藤選手が確か190キロかなんか上げたんですね。はい。うん、なんか、ね、ここで読むと、210キロ。205、210、220、25。はい。そうそう。最後に225で真田選手失敗と。うん。で、近藤選手は成功と。はい。これまた、ちょっといいですね。ベンチプレスコンテスト。はい。やりましょうか、今年。もしかしたらね。できるかもしれないですけど。だから夏にベンチプレスコンテストやる。はい。夏にベンチプレスコンテスト。冬にコンクルソート。コンクルソート。はい。はい。二大イベントやりましょうか。やっぱね、やっぱこうフィットネスの意識がね、高まってますんで、はい、よりこういう発信力をね、増やすためにもいいと思います。ベンチプレス大会。はい。はい、ね。ということで、また新たなコンテンツも増えるかもしれないということで。はい、そうですね。はい。はい、まあ、僕はね、今年は、ようやく学んでですね、ドーム後の1月、2月の、リバウンド期間は、なく過ごせてますんで。あ、本当ですか？はい。さっきの、大丈夫ですか？はい、でも、じゃあ、札幌がちょっと勝負ですね。そうですね。札幌、大阪あたりで。札幌をいかに抑えるか。そうですね。札幌のラーメンを。札幌のラーメンをいかに、はい、まあ食べても1回だけですよ。そうですね。だから、すすきののね、はい、繁華街とかで、はい、棚橋がラーメン屋に入ろうとしてたら、ファンの方は、もうつまみ出してほしいと。だから、見かけたら尾行してください、僕を。すすきので見かけたら僕をね。で、ラーメン屋に入りそうもんなら、ちょんちょんと肩を叩いて。タナースさん、コンクルソって一言言ってもらうと、はっと我に返るんで、はい。もうそういう時はね、もうラーメンのことしか考えられなくなってるんで、冷静な自分を取り戻してないので、はい。ね、札幌のファンの皆さんはね、あっていうね。そうですね、パトロールをお願いします。はい。ね、はい。それから、ワト君がね、激写して、それをまたあげる。そうですね。ラーメンに入るところを引きで撮ってるっていう、はい、満足そうな逸材そうですね、はい、
まあ僕はそういう場合、タクシーでちょっと遠くまで行くっていうパターンもありますけどね。パッと行ってね。はい。パッと帰ってくるっていうね。帰ってくるね。はい。はい。はい。というわけで、ね。はい。まあコンクルーソね、やっぱりこうフィットネス志向がね、高まってきてる中で、プルスラーの、筋肉、肉体を、またね、皆さんに、より分かっていただきたいというね、ところから始まってますんでね、今後も一ついい形で続けられたらと思います。はい。なので注目してみてください。ということで、最後に告知です。新日本プロレスは、2月シリーズですね。最中かな。そうですね。はい。で、ビッグマッチとしては北海道、そして最後の 2月の大阪府立体育会館と。ね、ビッグマッチ続きますんで。はい。ね、皆さん期待して、待っててくださいということです。はい。はい、話はありますか？告知は。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。はい、以上、棚橋ひろしのポッドキャストオブでした。ありがとうございました。